がまぐち雑貨作家養成講座一期生の生徒さんを紹介します。山形から来ました里井香です。がまぐちが好きだったので第1回の講座の募集をしているのを見て思い切ってがまぐち好きだけど作ったこともなかったんですけど、それが結構いろんな形のが作れるようになってよかったです。ロゴは O を2つ並べてさくらんぼにしています。佐藤さんが生まれ育った大好きな山形の名産さくらんぼをモチーフにしたがまぐちを作っていきます。さくらんぼって僕はこれ、まあ、さくらんぼの生地でさくらんぼだけど、これなんかもすっごい可愛いし、できることは少ないんですけど、やっぱ委託して売れるようになりたいです。松戸先生、カレン先生ありがとうございました。がまぐち雑貨作家養成講座の申し込みは松戸明美もしくは雑貨の仕事塾で検索してください。